きチャンネルジョン。こんにちは。さあ今日はサバイバルポジションセーブということで、はい、まあね、セーブは今年台風止めちゃうかっていう殺罪会言ってるんでね、はい、でよくよく調べたらほぼサバイバルっていうね、おーポジション今までのやってきた球団ほぼほぼサバイバルなかったですけど、そうっすね、うん、どんどん森もいなくなってね、そうですね、うん、で正直そんな固まってないしね、西武はで去年も怪我も多かったし、うん、普通に考えるとこれは松井監督も言ってたけど、うん、山川、殿崎、源田はもう固定って言ってたの、はい、だからそこはもうノーサバイバルだね、うん、そしたらサード、はい、サバイバル、そうです。だその3人以外サバイバルってことはそう、でもキャッチャーは柘植と古賀なんだよ、はい、だからまあもう楽天状態でね、うん、レギュラーが固定できず回しますみたいな、2人でになっていきますっていう感じですか、うん、そうだね、基本的には、うん、でも中隈選手とかも一軍のキャンプには入ってましたね、それはそうよ、一軍のキャンプいっぱい連れていくから、一軍のキャンプは一軍じゃない、そうその2人プラスちょっとこう、まあ、誰かが来るからね、うん、でさあだってもう源田、殿崎、山川はもうそれはもうノーサバイバルだからね、そりゃそうでしょうね、うん、でサードがね、はい、サバイバルと見せかけて、うん、マキノンがいるから、新外国人、うん、マキノンが、まあ、サードファースト守れるらしいよ、はい、でもファースト山川いるからね、はい、だからひょっとしたら DH になるかもわかんないけども、うん、マキノンがね、はい、ちょっとマキノンって今言いたくなってます、いやいや言いたくなってますのもうマキノン言いやすいなと思って、そうですね言いやすくないマキノン、マキノンなんかあれみたいですね、薬で、あ、そう、薬マキノンねでも花より団子の名台詞もありますよ、ね、そうだ、はい、何言って、知らないんですか、見てないから俺ちょっと言って、芸人さんでもやってるじゃないですか、いや、よくわかんない、これちょっとやって、どうやつマーキノっていうそうか、知らないんですか、知らん、見てないかこれ、え、おばたのお兄さんもよくやってたじゃないですかね、どういうやつ、まあ、きのそうだ、はい、あの、ひずみはまあ、きろん、それまきろん言ってます、あ、言ってたの、知らないです、本当にまきのって言ったら、まあ、きのまきのです、知らないんですか、うん、やっぱこっち3人ってこっちでちょっと分かりますね、花より団子見てないんですか、いや、野球で忙しいよ、暇じゃねえ試合してるよ、そのドラマやってる時間は、それでも花より団子はちょっと見てほしいですよね、そうですね、この名作を、いやいや、現役中ほぼほぼテレビ見てないからね、現役の時のゴールデンタイムはお昼のいいともだからね、はいあれいいともからキッズ王ぐらいまでが、はい、ゴールデンタイムで、うん、もうそっから夜中までテレビ見ること一切ないから、あ、ほぼほぼテレビ見てないよ、まあ、現役中は夜のドラマの時間って大体ナイターですもんね、そう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 、うん、だってビデオですらVHS だからね、そうですね、うん、そう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 、終盤だからね、ブルーレイとか出てきた、そもそもプラズマとかだったからねブラウン管だったからねそうですね、こんな分厚かったでっかいテレビでも、うん、奥行きがありましたよね、そうそうそう、うん、その後プラズマ出てきて、はい、なんか話しちゃった。マキノンの話でした、うん、だからマキノンは DH かサード、だからもしマキノンが DH だった場合は、うん、サードがだからまあウネンティン、はい、で渡辺くんでおかわり、うん、ヨーカワとかもサード守るとか守ろうと思ったら、うんうん、でも普通に考えたらマキノンサードでおかわりくん DH だよな、うん、これが硬いよね普通に考えたらね、うんうん、で外野がペイトン、はい、新外国人、うん、でまあ去年終盤金子が良かったからね、うん、でももう外野なんてもうほぼほぼサバイバルだよ、誰もいないっていう言い方もあれだけど、まあ、アイトとかもね、うん、2割4分3厘ホームラン9本じゃちょっと外野では寂しいしね、うん、川越も2割5分9厘ホームラン2本14打点寂しいしね、鈴木翔平2割5分ホームラン1本盗塁1っていうところがね、うん、生かしきれてないよね、あと高木渉選手が去年ファームではホームラン王ですね、
あのファームと一軍はあの地球と宇宙ぐらい違うからね。あのいやでも知ってた、ファームでタイトル取るやつってダメなんだよ、はい、あずっとそこにいるから。そうだよ、取るぐらい取ってんのにずっといるんでしょ。それって本当やばいんだよ。一番やばいのは二軍でタイトル取るやつだよ。そうなんです。でも取らないよりは良くないですか。あでもずっといるってことか。そっか、そう取らないより、だって取る前に普通一軍上がるやろっていう。はい、そっか。だから二軍で首位打者とか一番ダメなんだよ。まだホームランとかだったら、うん、いや4月に15本打って、うん、ホームランを15本でホームランを取ったわみたいなんだったらありえるけど、はい、首位打者って規定打席到達しなきゃいけないから。確かに、うん、あの2軍の首位打者が一番使えないんだよ。うん、まあ、打たないより打った方がいいよ、はい、打たないより打った方がいいけど、打ってんのに1軍にいないんでしょ、うん、問題大問題だよね。そうですね、うん、だからあの2軍のタイトルホルダーって何かに欠点あるよね、逆に。そういう見方したことなかった。だってそんなやつが一軍に来ないっておかしいやん。そうですね、まあでも一軍に枠がないから。いや枠あるでしょ。ありますね。外野ガラガラやありますね。いやそれはもう、いやまあどんなに頑張っても一軍も無理だからな、うん、ショート限界いるし、一軍来てはベンチでいるんだったらまだ若いし、二軍で試合に出てた方がいいよな、タイトルホルダーだったら俺はいいと思うよ、うん、はい、でもロッテでいうと平沢首位打者みたいな、うん、一軍のショートも誰もいないのに二軍で首位打者取ってる場合ちゃうやろみたいな、うん、だからとも言えない。であと栗山が DH の可能性もある ね、 そうですね。だからでもだから牧野のサードでおかわりと栗山で DH 候補もあるし、うん、ベテラン2人ででもなんかペイトン、まあ、外野どこでも守れるけど、ペイトンライトの栗山レフトもあるね。でセンター金子みたいな、うん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 、でもまあ栗山もおかわりももうベテランだからね、そこがずっと出てるようじゃダメだよね、うん、だからまあ外野は全サバだね、全サバ。そうですね、松井監督も外野のレギュラー3枠はもう完全に白紙って明言している。いや完全に白紙じゃない、ペイトンは絶対使う。そっか新外国人に取ってきて野手2人しか外国人いないのにペイトン最初補欠、じゃあなんで取ってきたんやみたいなね話になるからね、まあ、ペイトンは出てるよ。ね、あと本当ね、うん、昼間なのかどうなのか、金子なのかね、うん、鈴木なのか若林なのか、はい、ね、あの陽川、うん、西愛と ね、 ね、いるから、まあそこの中の誰かだね、うん、はい、でもまあまあまあだここが埋まってくれば強いけどね、うん、外野がねきっちりね、あとはまあ山川がねまたね、うん、タイトル取って活躍できればね面白いし、うん、はい、だからまあ外野2のサードだから外国人マキノンの DH かサード次第だね、うん、でももう内野はほぼノーサバイバーの可能性あるね、うん、次先発、はい、高橋コーナーでしょ、うん、平良でしょ、うん、はもう確定でしょ、はい、与座でしょ、うん、であれ今井でしょ、はい、エンス、うん、隅田投手、いやいや、それ1勝10敗で確定ないよ。でもあんだけ使い続けたから、いやだから、ね、つかみなさいよっていう。で松本アトルもいるからね。ああそうだ、めっちゃいますね。だから先発ノーサバイバーだね、あもう決定だねこれで。元気、高橋今井与座で松本でエンス平と、うん、平、うん、もうああほんとだ、もう6枚、うん、確定だね。もうだからノーサバだね先発は、うん、怪我だければこの6人だね、はい、普通に。もうあと平が何戦目に投げるかだけだね。うん、だってあんなになって先発やらしてんのにちょっとダメだったからもう無理って逆に言えんやろ。うん、半年ぐらい我慢しないと、うん、すぐ1ヶ月ぐらいで無理やろリリーフって言ったら多分ふてってやってくれへんで、ね、半年ぐらいは多分やらせなきゃいけないんだよ、うん、しかもそれであの WBC も辞退してんのよ、うん、いきなりオープン戦だけで先発失格でリリーフって言われても、うん、ちょっとややこしくなるような。だからもう そんなことになったら平が FA 取ったら一瞬でいなくなって本当交渉の余地なくそんっていなくなる、うん、でも普通にね10勝とかするかもしれないですからね。もちろんもちろんもちろん、うん、だからそうなってくるともうノーサバだ、うん、そうですね先発は ね、 ねで、リリーフがまあまあ増田でしょ、はい、宮川でしょ、うん、佐々木森脇、うん、ティノコ、ティノコ今ティノコって言いました。いやティノコだ、言いたいだけやろティノコ、ティノコあんのドラマ言って、ティノコ、ティノコないよ、ティノコティノコのセリフ言って、ティノコのセリフあるでしょ。ティノコ、あ、あるんですか。
なんかピノピーノコって言いましたよね。誰がピノコって言いましたよね。あのブラックジャック、手塚治虫さんの漫画がブラックジャックに。そうそうそう、読んだことない、読んだことないから。ないんですか、うん、それちょっと前に佐藤さんじゃないですか。だいぶちょっと、まあ、俺の時はドクター K だから。あ、そうなんですか、うん、そうですか。あのすみません、ティノコのセリフはないですね。ないない、はい、で、水上でしょ、はい、水上、本田、うん、で、森脇、佐々木、ティノコ、うん、宮川、松田、うん、ピッチャー、ノーサバイバーだね。全埋まりだね。もうほぼほぼ、でその後に控えてるのが平井とかも、うん、あのまあ先発ね、うん、だったからね。で、某高橋、うん、いや、もうピッチャー入るとこないね、誰も。でも里出しチャンネル見てる青山投手とか入ってほしいですよ。いや、それはあなたが頑張れば入れるちょっとすごい、毎回見てくれてるのにちょっと冷たくないですか。いやいや、それはまだあの厳しいから、俺は。あ、そうですか、うん、そんなもん、あの知った激励だから、はい、知った激励が、うん、パワハラになるって知ってた。いや本当。最近は？いや、そのなんか、うん、今高校野球とかアマチュア野球で、うん、そういうパワハラとか暴力とかの、うん、その連絡するとこあるらしいんだよね。はい、でそこがもうなんか件数倍増してるらしいんだけど、うん、でも昔に比べると暴力とかは減ってきてるらしいんだよ、うん。はい。でも暴言と無視とかの、うん。はい、あのパワハラ、モラハラが連絡多いんだけど、うん、はい、いやこれ難しいよなって言って、うん、知った激励、暴言の可能性あるんだよ、まあ、言い方によってはそう聞こえちゃうものも。知った激励ってほぼほぼ暴言じゃない。そ、うん、なあ、知った激励でパワハラ、パワハラじゃない、知った激励ってあんのかな、パワハラっぽくない。なんかお前そんなことやってると、お前一生プロなんて無理だぞ、お前頑張んないと、うん、って知った激励っぽいじゃん。はい、でも、まあ、その人のためを思って言ってるんだなっていうのありますよね。でも聞こえるようによっては、うん、なんか暴言かかりましたみたいな、何やってんだみたいな、うん、言い方によってはそうですね、うん、だから知った激励ってパワハラモラハラになっちゃう。だからあと無視とか、無視きついよ、その言われる方も、はい、そんな1チーム50人ぐらいで、はい、1週間1回も話しないやつなんているじゃん、うん、まあいますね。いや無視されてますみたいな、うん、電話されんだよ、やばくない。でもそれは本当に無視されてる可能性もあるかもしれないじゃないですか。でもその判断って受けてる方でしょ、まあ、本人ですよね。でも別に無視してなくて言うことも特にないし、はい、もうちょっとこうやってやってみた方がいいんじゃないのかって言って、うん、言っても言った通りやらんかったらもう言うことないやん、はい、うん、そうですね。で無視されてるっていうね、うん、いやいやいや、だって言ったことやんないのにもうそれ以上俺言うことありませんけどみたいな、うん、ってなったら、はい、無視されてますって苦情されて、はい、もう無視してんのか、いやいやいやってなるよ、うん、でもそういうのが、はい、実情わかんないよ、はい、でもそういうなんかモラハラパワハラの暴言ね、うん、あの無視が件数がめっちゃ多いらしい。へえ、まあ、暴力が減った分そうなるんですよね。でもそれも難しいよ、うん、知った激励アウトだからさ、まあ、そんなつもりなくてもさ、なくても相談されちゃう可能性があるわけですもんね。構えすぎたら、うん、うっとしいとかって、はい、でもパワハラですとか言われたり、うん、で構えすぎなかったら無視されますみたいな、はい、何が正しいやんみたいな。確かに、うん、だから青山君も、はい、今あの無視称賛非難だから、はい、知ってるでしょ。無視称賛非難、無視、無視称賛非難だから、はい、知ってるやろ。知らないです。え、もうこれあれだよ、あの野球史に残る殿堂入りするぐらいの名言だよ。知ってます、野村さんのことですか。お、そうだ。あー、へえ。一流は非難されるらしい、うん、はい、で二流は称賛されて、うん、三流は無視らしい。へえ、無視なんですか。だって、まあ、多分無視じゃないんだよ、多分気づかないんだよ。あ、そういう、そういう無視ですか。そうそう、だから気づかないことを無視って思われるわけじゃん、はい、だから怖いけどね、はい、で、うん、だまだ青山君は、うん、まあ、何も出してないから、まあ、これからですからね、うん、その、うん、絶対入るとも言いにくいし、うん、絶対ダメやとも言いにくいから、うん、見てもないから、うん、あの評価の対象にありませんけど、はい、頑張ってはもらいたいけどね。そう、そう言ってほしいんですよ。そうなん、うん、だから頑張ってほしいよねって。いやだから、ヒーローインタビューで、はい、佐々木チャンネルのおかげですって言ってくれたらね。え、入団会見で言ってくれてるだけすごい。いやいや、まだあの佐々木チャンネル見てますって言ったから。
佐々木チャンネルのおかげですと。おかげです。見てます、チャンネル。そこまで求めますね。求める。だってあのジャイアンツの戸郷は、はい、あの佐々木チャンネルで、うん、お金の勉強と交渉の勉強してますっていう、はい、うん、そう、結構もう熱いじゃんね、はい、でもそれ俺だって知ってる、うん、昨日あの千葉県知事の、はい、熊谷千葉県知事に、うん、はい、佐々木チャンネルいつも見てますよって言われて、へ、知事も見てんだよ、はい、影響力えぐいよ、うん、だからもうどんどん見てますだけじゃなくて、はい、生かしてますっていう。でもヒーローインタビューで佐々木チャンネルのおかげですっていう内容をやってます？いや最近どう、あの調子良くなってるのはどういうところですかって、いや佐々木チャンネルのおかげですって。このチャンネルどうやって調子良くなるんですか？このチャンネル何を見て？いやいや、それはあのやっぱこの叱咤激励で、はい、あのもっと佐々木さんにちゃんと言ってもらえるように、はい、この気持ちの高ぶりが出ましたとか。あ、なるほど、モチベーション上がりましたと。気持ちの面でね。そうそうそう、うん、あとあの総チェックでバッとって言われたんでグッとって言われるように頑張りました。ああ、そういうことか。だって俺らの時、現役の時、はい、あのサンデーモーニングのハリーさんに勝つ言われるのが嬉しかったからね、はい、もう勝つ言われたよみたいな。勝つ嬉しいんですね。その後だって名前が上がらないのが一番きついからね。あ、そうか、うん、確かにそう思うとやっぱ無視より非難の方がまだいいですもんね。そうそうそ う, そう、うん、名前出るからね、うん、だからあのバッと言われたんで、はい、グッと言われるように頑張りましたって言って、もうハリさんポジションですね。そしたら俺が言うから、あーやまグッチって。おー。じゃあそれ目指して頑張っていただいて。そう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 、はい、話がちだからピッチャーはノーサバイバルだね、はい、うん、だから、はい、やっぱ何気にそう考えたら投手陣熱いね。熱いですね、うん、しかもまだその後ろに控えてるから層も熱いからね、はい、そうですね、だからもう打線だね、うん、だからこの新外国人2人が本当に機能して、うん、まあ、金子千尋が去年の終盤の頑張りできたら、はい、本当に大穴なチャンスあるから、うん、これはもうちょっとキャンプ見に行くのが見ものだね。そうですね。でもなぜか始まるのが6日っていう1週間遅いんだ。あ、なんかそうみたいですね。そう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 、開幕が1週間遅れるから、うん、キャンプ1週間遅れるっつって。セーブですか、うん、で佐々木さんそういうとこどうですかって、いやもう俺はもう早くキャンプしてほしいって、なんでですかって、飯は用意してくれる、掃除はしなくてもいい、うん、球場の行き来いらない、うん、リアル練習全部手伝ってくれる、うん、キャンプ行った方が楽やからって。だって毎日朝昼晩ご飯用意してくれてるんだよ、うん、なんかしなくていいんだよ、うん、早く行った方がいいじゃんね、はい、で休みになったらゴルフ行ってって言って、うん、いやそうだからもう俺はもう早く行きたい、めんどくさくないからって。めんどくさくないからそういう理由なんですか、だってめんどくさいじゃん一人でやるのみたいな。っていう感じです、はい、だからまあ、うん、野手だね。そうですね、野手がどれだけ上がってくるかが勝負だけど、うん、でもこう考えてもやっぱり穴的なやっぱ存在であることは間違いないね、今年のシーズンの、はい、っていう感じです。打線次第、はい、うん、まあ昨日